はい皆さんこんにちはこんばんはおはようございます緑の平和りょう今回はヒーローたるもの見た目も気を使っていかないあかんなっていう感じで今回はシンプルに簡単メンズ垢抜けメイクイエーい緑の平和といえばまあ美容番長的なところもあるんでよかったらメンズメイクなんですけど、えー、メンズの皆さんそして、えー、メンズの知り合いがいる方そして、えー、僕に興味がある方見てってくださいそれではレディーゴー 化粧水と乳液は、えー、それぞれぞ、えー、いいつつも使使っっててるやつを使ってくださいでこれ姿勢肌油肌オイリー肌つやってくる方はあのなるべく、えー、乳液をした後にティッシュオフをした方がいいと思いますとまず何を使うかっていうとこれザ・セムのチップコンシーラーこれで気になるところを全部抹殺していくっていう感じですねはいこことかこことかニキビ跡とかあとこうクマとか。 気になる方はまってしててしいいただトン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 という感じで叩きのめすという感じですここで気をつけてほしいのが絶対に消えることはないんでコンシーラーで完璧に消えることはないんでまあちょっと落ち着いたかなぐらいうんもうねもう全部隠そうと思ったらもうこってこての厚塗りちゃんになっちゃうからうん。 もう気になる自分があーもうこれ隠せへんけど隠せたなぐらい若干だからもうここら辺とかももうえ変わったみたいなでもさっきより若干薄くなったみたいななんかそういう感じですはいじゃあ次ファンデーション今日はドラッグストアで買えるプチプラで揃えたいんでこれマジで最近の最強アイテムザンヌの UV シルクカバーパウダーフェイスパウダーこれフェイスパウダーやねんけどもうメンズの方はねもうこれぐらいで十分もうこれこれ02番の色付きなんですけど もうめっちゃナチュラル、めっちゃナチュラルにしてくれるから、うんとね、色のトーンも、ほら、もうもうこっちこっちやった方な、いやもう分かりづらいな、うんわかりわ <laughs> かりづらいけど、なんかもうこてこてに、なんかもう高いの塗りたくらんでも、このこのね三角ゾーンねここここの三角ゾーンっていうところがまあ綺麗やったら肌の印象ってまあそこそこ綺麗に見えるらしいから、特に気合い入れるのはまあこの辺、うん。 でこのフェイスラインはまあ正直別に気持ち程度、うん、で僕前髪下ろすんで、まあうん、デコはもう割愛はいもうねやりすぎたらメイクこみたいな感じで思われるからね、うん、次眉毛ドン・キホーテで500円ぐらいで売ってるやつなんですけどキコモンテってやつの えー、ナチュラルブラウンかなライトブラウンかなを使ってますてマジで眉毛で印象ってバリ変わるから、うん、あ眉毛の描き方はこのコーラの上なこここここ,こ結構ね眉毛の距離近いとかっこいいって言われるから赤抜け赤抜けポイントなはい赤抜けポイント眉毛の距離を近めうんで赤抜けポイントにいなこの眉毛とまぶたの上の距離が短めうん割と最近平行眉が流行ってますね でこれどこまで伸ばしたらいいねんってなるんですけど小鼻目尻のこの先っぽ、うん、だからまあこの辺この辺ですねは結構長めに引いてもらって大丈夫ですほらもうこれで右と左若干っていうか全然ちゃ,ちゃいますよねはいでこんな感じです太すぎず細すぎずでも存在感はあるっていう感じで今はねもうナチュラルぐらいのね眉毛はねあった方がいいっすよこのスクルールブラシが反対側についてるんでこれであのぼかしていく、うん、これで眉毛の距離がちょっと 縮まったんじゃないでしょうか？垢抜けポイント3。何個目か忘れたけど、えー、眉毛マスカラはい。眉毛をね。黒にしない方がいいですね。えっ、ー、と、これは僕はですね。ケイトを使ってますね。はい、もう一生ケイト使ってます。はい、これでどうですか？だいぶナチュラルになったと思います。はい、どうでしょう？ はい、赤抜けポイント何個目かこの 3C のアイシャドウこれ4色しかないんですけどこの4色ではもう全部事足りるっていう感じなんではい、やっていきましょうまず見た時に一番明るいと一番濃い色のまあどっちか反対ぐらいのやつを手に取ってまぶたの上に全部ピヤってピヤってもうマジでノリとテンションでやっていきましょう目元ってねマジでね印象変わるんで結構がっつりがっつりもう眉毛の下までですかみたいな感じ でこの,この眉毛の目尻の方はあんま広げん方がいいかもしれへんね、はい、そしたらいっちゃん濃い色ないっちゃん濃い色いっちゃん濃い色で、えー、と目尻の方の下の方だけキュッ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 ,キュッってうんこれで右と左の立体感が変わったかなうん気持ちの問題かなうんでもほんとねメイクって気持ちの問題でだいぶだいぶ変わるから ダイソーとかにこういういね筆買った方がいいですね筆の存在感はマジすごいから。で、えー、涙袋のところにも若干影を入れるもうこれだけでもうこの涙袋を入れるっていうだけでだいぶ右左違うと思います。はいうんでこういう感じですねこっちの目は。 こっちの目はでまあそういう感じでこっちの手もまあ指でもいいんですけど、えー、全体に目尻のところに一番濃いのをシュッシュッシュッこれでちょっと濃いめの色とかを混ぜてねこのここの三角地帯にシュッってやると彫り深さんになるからここ、うん、やりすぎたらマジでキャッツうんちょっとリり深さんに見せたい人はこうやってここ。 ここな、ここ。ここ、ここに入れね。ここ、ここやで、ここ。うん、なんかね、よくね、この、この、眉毛の先っぽからこう、降りてます、っていう人いるけど、ここは影になるところじゃないから、出っ張ってないから、影になるところはここ、ここの、ここ、のここね。こう、押した時に、こう、影になります、みたいなところから、シュね。ここで、ね、はい。もうこれで完成です。イエーイ。こっから、俺のこだわりポイントなんですけど、僕、垂れ目なんですよ。垂れ目で、ね、横にね、広げたいなっていう、 メイクをしてるんですけど、このヴィセのペンシルでこうね目尻をね伸ばすっていう、えー、詐欺メイクをしています。はい。ちょっと待って、これをかこれをやるだけでどんだけ変わるかっていうのはちょっとはいわかるかな。これどうやってどうやって映せばいいの。 こうカメラこっちやん、カメラのモニターがここやね。うん、でもカメラこっちやね。でもカメラこうやって説明したらさ、実際自分がどういう風に写ってるか。わからん、むず、は、うん、はい、うん。それで、ここ、ここと、ここの C し、し、C、ラインっていうの、その、C みたいな感じで、入れてます。うん。まあ、気持ちの問題、これも。うん。まあ、これも気持ちの問題ですね。はい。 はい、というわけで以上が僕の垢抜けメイクです。やりすぎはね、全部良くないんですけれども、メイクでね、青ひげだったりとか、シミとか、ニキビ跡とか、クマとか、なんか色々ね、コンプレックスがある方は多いと思うんですけれども、まあメイクでね、なんとかなるんですよ。メイクのメイクの力を借りて、あの自分にね、少しでも自信持ってたらいいなと思ってます。僕もね、メイクすることでね、あ、イケメンがさらにイケメンになったみたいな感じで 自分で言うなよなっていう感じですよね。はい。なんでよかったら皆さんも僕が今今日紹介したのは本当ドラッグストアとかで買えるレベルのものなんでよかったら一緒にイケメンになっていきましょう。ということでね。また次の動画アップ頑張ります。よかったら再生いっぱいして広げてください。よろしくお願いします。バイバーイ。